アメリカ合衆国における知的財産保護法案は、権利侵害、または模倣した物品に特化した、不正なウェブサイトへのアクセスを抑制するための追加手段を、米国政府と著作権者へ正式に与えることを目的とした法案であり、とりわけ、米国国外のサイトを対象にしている。正式名称を、プリベンティング・リアルオンラインスレッツ。 2エコノミック・クリエイティビティセフト・オブ・インテレクチュアル・プロパティ・アクト・オブ2011といい、上院法案968としても知られる。法案は、パトリック・リーヒ上院議員と11人からなる、超党派議員により2011年5月12日に、共同提案された。米国議会予算局は、連邦政府が負担することになる、法律の執行に必要な22人の、 1000人係官と26人の事務職員を雇用及び教育するための費用等を2016年までの間に4700万ドルかかると見積もった。上院司法委員会は法案を可決したもののロン・ワイデン上院議員はホールドをかけた。知的財産保護法案は2010年の議会で通過しなかったコンバッティングオンラインインフリンジメント カウンターフィッツアクトの改正案となっている。また、この法案と同様の会員法案である、ストップオンライン PDC アクトは2011年10月26日に提出されている。民主党上院院内総務のハリー・リードは、この法案に関する評決を2012年1月24日に予定したが、2012年1月18日における、 インターネットでの講義を受け、無期限に延期することを表明した。法案は侵害の定義を、違法コピーや偽造品、またはデジタル著作権保護技術を無効にする技術の配布と、規定した。侵害は、事実や状況がその、サイトの使用を示唆する場合、とりわけ、説明した方法によって使用可能にしたり、機能解除したり、自動的に解除になるような仕組みを導入する。 ことによって発生する。法案は、それが既存の実質的な商標、または著作権法を変更しないという。法案は、運営と海外の登録された、不正なウェブサイトに対する強化執行のために、提供し、侵害行為に特化したウェブサイトに対して裁判所の命令を求める権限を、米国司法省に与える。所有者、 または運用者が特定できない場合には適正評価を通じて実施する。法案は被告に通知するための一般弁護士を必要とする。裁判所が命令を発行した場合、金融取引提供者、インターネット広告サービス、インターネットサービスプロバイダー、及び情報検索ツールに不正なサイトとの金融取引を停止し、リンクを削除することで執行する。ここでいう。 情報検索ツールという用語はデジタルミレニアム著作権法からの借用で検索エンジンを意味するだけでなく検索内容にリンクする他のサイトも含む知的財産保護法案は情報検索ツールは指定されたドメイン名に関連付けられたインターネットサイトへのアクセスを削除または無効にする技術的に可能かつ合理的な措置を 可能な限り迅速に講じなければならないと述べている。なお、問題のある、インターネットサイトへのすべてのハイパーリンクを削除する、必要がある。権限のないドメインのネームサーバーは、ドメイン名から裁判所から、侵害活動に従事していると認定された、ウェブサイトへの IP アドレスを復元することを防ぐ、技術的に可能かつ合理的な措置を取るように、命令される。 ウェブサイトはまだその IP アドレスによってアクセスすることができるが、リンクやウェブサイトのドメイン名を使用するユーザーはアクセスできなくなる。例えば、Google のような検索エンジンは、裁判所から指定されたドメイン名に関連したインターネットサイトへのアクセスを削除、または無効にすること、そのインターネットサイトへのハイパーリンクを提供しないことを命じられる。 侵害行為に特化したウェブサイトの活動によって損なわれている商標や著作権の保有者はドメインに対して金融取引供給者やインターネット広告サービスに送金停止と広告削除を行使する裁判所の仮処分を申請することはできるであろうが司法長官にドメイン名の法的救済を求めることはできないと思われる。 パトリック・リーヒ上院議員知的財産保護法案は、パトリック・リーヒ上院議員の下で超党派議員の指示を得ており、2011年12月17日時点で40人の上院議員が賛成の意見を表明している。ピパ法案は著作権や商標に強く関わる、企業、労働団体の広範な支持を受けており、すでに全米優先テレビ事業者連盟、独立映画、 TV 同盟、全米劇場経営者協会、アメリカ映画協会、全米監督協会、米国音楽家連盟、米国テレビラジオ放送芸術家連盟、国際映画劇場労働組合、映画俳優組合、全米トラック運転組合、国際ナッシュビル作曲家協会、アメリカ作曲家組合、バイアコム、制作刷新機関、マクミラン出版社、アクシュネットカンパニー、 アメリカレコード協会、著作権同盟、NBC ユニバーサルが賛同の意を表明している。アメリカ商工会議所と、アメリカ労働総同盟、産業別組合会議は一体となってこの法案を、支持している。2011年5月と9月には、ならずもの不正サイトを閉鎖し、米国の知的財産を保護するため、それぞれ170と359の企業、団体が、 法案への指示を表明する書簡に署名し、議会に送付された。署名した、企業、団体のうち、主なものに、全米製造業者協会、中小企業、企業化評議会、ナイキ、1から800ペットメッズ、ロレアル、ロゼッタストーン、ファイザー、フォードモーター、レブロン、NBA、ソニーなどがある。米商工会議所のデビッド・ハーシュマンは、二0十二年一月の、 政治議論に不快感を示し、自由が失われるとか、ネット検閲だとかの主張は、この法案の本質とは全く関係がないと、反論した。憲法学専門連パー及び、関連商業団体の代理人である、弁護士、フロイド・エイブラムスは、米連邦議会に宛てて、知的財産保護法案は、憲法上問題がないとした書簡を送っている。2009年に、後に、 ソパ・ピッパ両方案の理論的根拠となった報告書スティール・テーゼ・ポリシーズを刊行した情報技術イノベーション財団のダニエル・カストロは2011年3月にオンラインにおける権利侵害及び偽造防止法を擁護して誰も意図せず著作権を有する写真を掲載した個人サイトも削除するなんて言っていないと述べている2012年1月イチフの シニアリサーチフェローリチャード・ベネットは、同法案への批判はその内容を誤解しまた、誇張しているとして、次のように述べた。批判は、法案によって何がなされるか理解していないか、誤って伝えているかのどちらかだ。批判の論調はややヒステリックなもので、法案でやろうとしていないことに対して、意義を唱え、言論の自由とか民主主義といった、高尚な理念を掲げているが、 実際のところその意義の内容と法案に書かれていることの間にはあまり関係がない。2012年1月18日、英語版ウィキペディアがソパピパ法案への抗議として24時間のサービス停止を行った際に表示された画面。オレゴン州選出論ワイデン上院議員は法案に反対する姿勢を明確にしており、2011年3月の審議では言論の自由。 イノベーション、ネットの統合性を損なう可能性があるとの懸念を表明して同法案をホールドした。マサチューセッツ州選出のスコット・ブラウン上院議員もピパ法案に反対し、また姉妹法案であるソパにも反対を表明している。ピパ法案反対議員らは代案としてオープン法案を提出した。モジラコーポレーション、フェイスブック電子フロンティア財団、ヤフー、 イベ、アメリカンエキスプレス、レジット、グーグル、国境なき記者団、ヒューマンライツウォッチ、英語版、ウィキペディア、アンサイクロペディア、など、多数の企業、団体が、法案に反対している。リンクトインの設立者リード・ホフマン、ツイッターの共同設立者、エヴァン・ウィリアムズ、フォルスクエアの共同設立者、デニス・クローリーラは、法案に反対を表明した書簡に署名した。 ティーパーティーパトリオッツは消費者の不利益になるとして法案にことを唱えた。また、連邦議会宛てには130もの IT 企業家、幹部らが署名し、現行の法案の内容では経済成長を阻害し、ネットでの創作、コミュニケーションやお金儲けを可能にしてきた合法的サービスにおけるイノベーションの活力を削ぐと訴えた法案反対の所管が送られた。 英語版ウィキペディアは2012年1月18日他のインターネットサイトと共同でピパを呼び、ソパ法案に抗議して24時間のサービス停止を行った。この抗議運動に参加したサイトには、ウィキペディアのほか、シネット、チーズバーガーサイトなどがある。スタンフォード大学法学教授マーク・レムリー、エロン大学助教、デイビッド・レビン、テンプル大学法学教授、 デイビッド・ポストラはピパを呼び、ソパ法案を批判している。2012年1月14日、ホワイトハウスは、オンライン海賊行為対策が合法的行為に、対するネット検閲であってはならず、また代償様々なビジネスの活力を削ぐようなことは、あってはならない。また、サイバーセキュリティを脅かしたり、 インターネットの基盤を台無しにするような事態は避けねばならないとする声明を発表した。当初この法案には不正サイトをインターネットの仮想電話帳から除去する手法が含まれていた。これは DNS リダイレクトと呼ばれユーザーが不正サイトにアクセスしようとすると DNS が同サイトの代わりに政府の警告画面へとリダイレクトするという仕組みである。 NPO 団体パブリックナレッジのシャーウィンシーによると、かつてドメインをブロックすることで、オンライン著作権侵害を防ごうとした際、DNS の破壊行為でありインターネットのグローバルな機能性を脅かすとして、批判を招いた件があるが、この法案は、それと大差ないという。世界中のドメインネームサーバーは、同一リストを持つことになっているが、ピパ法案に従えば、 米国内のサーバだけが、世界中のサーバとは異なるデータを持つことになり、URL の普遍性が損なわれることになる。スティーブ・クロッカー、デイビッド・ダゴン、ダンカ・ミンスキー、ダニー・マクファーソン、ポール・ビクシーの5人のインターネットエンジニアによる、ホワイト・ペーパーでは、この法案の DNS リダイレクト条項は、技術面及びセキュリティ面での重大な懸念を、 引き起こし、インターネットを破壊しかねないと言及されたが、一方で、他のエンジニアや法案支持者らは、こうした懸念は根拠にかけ評価に値しないとしている。ある法学教授のグループは、クロッカーらのホワイトペーパーを引用し、知的財産保護法案とオンライン海賊行為、防止法案は意図していたのと逆の効果をもたらすもので、法案が施行されれば、 インターネットユーザーは規制されていない代理 DNS を利用するようになり、結果として政府によるインターネット規制実施が困難になるとしている。また、両法案の合憲性にも疑問を投げかけ、法案によって技術面で破滅的な事態となる可能性があり、また、米国のインターネット関連法体制がより抑圧的なものになることを懸念した。さらに、 両方案によって引き起こされるのは一方的な訴訟以外の何者でもない。つまり一方の側は証拠を提出する必要がありながら侵害行為を行っているとされたサイトの運営者側は裁判に出廷したりもっと言えば自分のサイトにおいてある行為が係争中であることを認識する必要すらない。これは意見を聞く公正な機会を与えることなくその人の 所有物を奪うことであり、単に法手続きの原則に違反するだけでなく、憲法修正第1条で保障された言論の自由の、権利を剥奪する違憲な法律を制定することに、他ならない。としている。2011年3月に公開された、ファイヤーフォックスのアドオンマフィアファイヤーは、ドメインを差し押さえられたサイトにアクセスする際代理の、ドメインにリダイレクトする機能を持つ。 モジラファンデーションは、米国土安全保障省からこのアドオンを削除、するさまに要請を受けたが、モジラはこれに対応していない。逆に、モジラの法律顧問は、同様性の正当性を示す、法的根拠など、情報の開示を、国土安全保障省側に求めている。情報技術、イノベーション財団は、この法案における、 ドメインネーム救済措置は現状行われているスパムやマルウェア対策によって効果がないものになるとの懸念を示している。イチーフのアナリストであるダニエル・カストロによると DNS ブロッキングはオランダ、オーストリア、ベルギー、フィンランド、韓国などいくつかの民主主義国家でインターネットを破壊することなく行われている。イチーフの CEO は DNS 条項を 自動車のドアロックに例え、確かに完全に信頼を置けるというものではないが、それでもやはり便利ではあると述べている。2012年1月12日、上院司法委員会委員長のパトリック・リーヒ議員は、論争を呼んだ DNS フィルタリング条項をピパ、法案から削除する意向であると発言した。リーヒ議員は、うちのスタッフには、他の上院議員に、 法案の最後の一ピースは取りやめたと言っていいと伝えてある、続けて、そうすることで今ある反対意見の多くがなくなるだろう、と述べた。関連法案ソパの起草者であるラマー・スミス、下院議員もソパから DNS 条項を削除する考えであることを明らかにした。憲法修正第一条研究の専門家である、ハーバードロースクール教授ローレンス・トライブと弁護士、 マービン・アモーリは、法案が、ターゲットにしているのは、海外の不正サイトだけではなく、単に侵害を、助長したり、可能にしたりした国内のサイトにまで拡大して、適用されうるとして、従って、法案の文言によると you、YouTube や Twitter、Facebook など、合法的なサイトにおける非常に多くの言論が、法の対象ということになると、ピパ法案が、 言論の自由に与える影響についての懸念を提起した。またアモーリは、ピパソパ両法案は狙いを外し、著作権侵害していない言論を沈黙させてしまう結果になるだろうと述べている。電子フロンティア財団のアビゲール・フィリップスも、どういった要件で著作権侵害サイトと特定されるのかが不明確であるとして法案を批判している。例えば、 もし、ウィキリークスが、著作権で保護されたコンテンツを配布したとして、訴えられ、米国の検索エンジンがウィキリークスを示す、検索結果を裁判所命令によってブロックしたとした、場合、検索エンジンにウィキリークスそのものへのリンクを、丸ごと除去する、要要請することは、サイトに掲載されている、合法的コンテンツに関する言論の自由の問題が、浮上することになる。 Google 会長エリック・シュミットはピパ法案で求められている手法は複雑な問題をあまりにも簡単に解決しようとしていると指摘し DNS エントリーを削除するやり方は言論の自由の観点から問題があり中国のようなより寛容さに欠けるインターネット環境への一歩となり得ると述べた世界最大の検索エンジンを運営する企業の会長としてシュミットは もし DNS に X を白と要求する法案が上院、下院を通過し、大統領がそれに署名したとしても、私たちはその法案に同意せず戦い続けると述べている。憲法学専門の弁護士、フロイド・エイブラムスは、知的財産保護法案は、言論やコミュニケーションの自由を強要したり禁じたりするものではない、そのウェブサイト、またはドメインが、 司法長官が行動を起こすのに適当化を決める。ハードルは高く設定されていると述べている。反対派は、ピパ法案は、インターネットコミュニティに悪影響を及ぼしかねないと、警告している。例えば、ジャーナリストのレベッカ・マッキノンは、ニューヨーク・タイムズの論説欄で、企業に利用者の行動の責任を取らせることは、YouTube のようなユーザー投稿型サイトを萎縮させる。 効果を持つと論じ、中国のネット検閲システムである、グレート、ファイアウォールと、その目的は違っても、実際的な効果は、同じようなものになると述べている。新米国研究機構の政策アナリストは、この法律は、たった一つのブログの投稿を理由として、ドメインすべてを削除するような法の行使を可能に、しゆるもので、全体として、ほぼ問題のないインターネットコミュニティでも、 ごくわずかな人々の取った行動によって、コミュニティ全体が罰せられる可能性があると主張している。米国議会調査局による法的分析では、アメリカンエキスプレスやグーグルといった反対派の懸念、つまり法案で民事上の訴訟権が認められた場合、コンテンツ制作者からの無数の訴訟が起こされ、 時代遅れのビジネスモデルを保護し、その結果インターネットの革新を抑圧することになると言及している。Google 副社長、法務責任者の検討ウォーカーは、法案で民事上の訴訟権を認めるべきではない。もし認めたら、嵐が訴訟を起こして、法を遵守しようと誠実に努力している、中間業者やサイトから金を巻き上げようとするような事態になるだろうと。 議会公聴会で証言した。米映画協会は、不正サイトは映画、TV 業界の雇用を危機にさらすとして、政府系及び独立系調査機関の調査結果をまとめ、ネット上のコンテンツの4分の1は、著作権を侵害していると結論付けた。アメリカレコード協会は、オンライン海賊行為による、損失額は125億ドルに及び、7万人以上の、 雇用が失われたとする2007年のインスティチュートフォーポリシーイノベーションによる調査結果を挙げている。もしデジタルミレニアム著作権法を修正する必要があるのなら関連団体で話し合って決めればよい。コンテンツ産業のロビーストが作った法案を拙速に議会を通過させるやり方ではなくベンチャーキャピタリストで ビジネスインサイダー氏のコラムニストフレッド・ウィルソンは、同市10月29日版で、上院、会員のピパ、ソパ法案が、デジタルミレニアム著作権法の政府ハーバー条項に及ぼす変化について、このように主張し、今の時代、主要な輸出企業であり雇用創出の元となっているのは、アップル、グーグル、フェイスブックといった、大企業、またドロップボックス、キックスターター、 ツイレオなどの新興企業だ。こうした会社は、金の卵を産む金のガチョウであって、社用産業を保護するために、金のガチョウを殺すことはできない。と述べた。法案を遵守するためには、法律関係、技術面、管理面で高額なコストがかかるため、小規模ビジネスや新規企業には過度の負担となり得る。2012年1月18日。 ソパ・ピパ法案への抗議として、英語版ウィキペディアがサービスを一時停止するなど、ネット上で抗議の輪が広がった。これを受けて、議員の中には、法案指示を再考する者も,も現れ、1月20日、上院院内総務であるハリー・リード議員はピパ、法案採決を無期限に延期すると発表した。起草者である、リーヒ上院議員も声明を発表し、 リード議員の決断に理解を示しつつも、次のように述べている。だが、こうした流れを作り出した上院議員たちはいつの日か極めて重要な問題に脊髄反射的な反応をとってしまったことを振り返り、その意味を思い知るだろう。今も中国やロシアのどこかで、また米国の知的財産に敬意を払わない他の多くの国のどこかで、 コピー商品や盗んだアメリカ製コンテンツを売ることに明け暮れている。犯罪者たちは、米国上院が、どうやって海外の犯罪者が我々の経済に損失をもたらすのを止めさせるかについては議論する価値もないとした決断を北曽園で見ている。ありがとうございます。